カバ強めのカバオくん。空回りも楽しんでほしいというか、いやもう絶対刀だね。それは最近実家買いまして、ローン4000万抱えてるんですよ。わらかし屋に100万出してる場合じゃないんですよ。1回目と変わらず怖いっすね。全く、うわ2回目やから余裕やとか全くないっすね。あと最近実家買いまして、親にローン4000万抱えてるんですよ。わらかし屋に100万出してる場合じゃないんですよ。いやもう絶対刀ダメです。今回ローン4000万あるんで。いや全然ちゃいますよ。だからほんまに特殊すぎて、もうこれはこれって別で考えてますね。もうドキュメンタルっていうジャンルというか、まあ、だからドキュメンタルあかんくても別に他の仕事がね、なんかあかんとかではないじゃないですか。ドキュメンタルに向いてるか向いてないかみたいな、もう別やな。いやー向いてるとは自分ではまあ思わないんですね。やっぱ過酷やし。だって僕ザコシショウさんの同じ映像で2回笑ってますからね。全く向いてないでしょ多分。前回見直したんですよ。ソファーだけで3回笑ってますからね僕。畑奥さんの本読んで、それはやめたい。いろんなスポットで笑いたい。今日は笑うにしても同じ区画で笑いすぎてた。仕掛けていきたいですね。やっぱり、いや、やっぱそうですね。やっぱ空回りも楽しんでほしいというか、やっぱテレビやったら切るじゃないですか。そこって成立してないから。ドキュメンタルやっぱ笑いが成立してないとこを面白がる番組なのかなとは思います。愚直に。あとフィーリング、その場でもう決める。思い通りいかないんですよ全く。ドキュメンタルってそれは思いました。前回こんな思い通りいかんねやっていう。だからそっからの自分の振る舞いというか、仕掛けてからのその後ですね、多分大事な。そこを頑張ります。絶対にいいとこまで行きます。もっと言ったら優勝、イメージ払拭。